やっぱり思いが大切だなって思ってますし発言している思いを語っている内容と自分の行動が一致しているかどうかっていうのが僕は大切だと思っています <music> はい皆さんこんにちはペンキアの証言です絵が下手な人が絵で生きていける方法ってないですか絵で稼げる方法ってないですかっていうことでリクエストいただきましたありがとうございます実はあの僕も別に美大出てるわけはないし絵が上手いかっていうとうまくないんですどうやって生きれてるのかっていうとなんで自分が絵を描いてるのかっていう思いをたくさん伝えてるんですね人っていうのはもちろん 絵が大好きで買うっていう人もいらっしゃると思うんですけど、この人のアートを通して何を伝えたいのかっていう思いを買ってくれる人っていうのはたくさんいると思うんですね。なので、皆さんもぜひ会う人にね、自分がどういう思いで絵を描いてるのかっていうことを伝えてもらえたらなっていうふうに思っています。絵が上手いとか下手もないと思うんですよね。アフリカの人がよく言うのは、絵に上手いとか下手はないよと。自分の好みの問題で、それは好き嫌いの問題だから。最終的に自分が納得のいく絵が描けたら OK という ということで向ここううののの人は言っっててていいいいいまますすななで自分が納得のいく絵をを皆さんも描いても描ららえたと思結構ね、一般的に日本で絵がうまい人っていうのは、模写っていうんですかね、緻密に描ける人をうまいって言ってる人が多いかもしれないんですけれども、絵に対しての思いを伝えられる人っていうのがアーティストなんじゃないかなっていうことを思っています。なので、僕だったらなんで絵を描いてるのかっていうと、 2つあって。 一つは人人間の人のののの DNA 中ににあある太古の記憶を呼び起こしたいいっていうのが1つ目にありますアートって人間が幸せになる手段じゃないかなって方法じゃないかなって僕は思っていてなぜ生まれてきたのかっていう,とこ,うことをかきながら考える機会が多いんですね。っていうのを考えるとやっぱりみんなが仲良くというか調和して自分らしい人生をみんなで生きていくだから自然の摂理とか自然の法則とかも理解しながら。 みんなで幸せに生きていくために生まれたんじゃないかなっていうのをアートを通して描きながら思うんですけれどもなのでまあ僕はアートを通して幸せって何なのかなって見る人にね考えてもらえて。 嬉しいいいなっっててう,うに思っていますまあとはアートだけじゃなくて普段の活動とかで何を伝えたいのかっていうのが大切かなと思っていて僕は関わっっってててくれる人ののの歓喜の瞬間にに立ち会いいいいたなうを思ます例えばゴミ収集車にみんなで絵を描いたり学校の壁とか町営バスとかいろんなところにそこの場所に住んでいる人たちと絵を描く機会があるんですけれどもみんなね描いてると下書きなしで描くんですけどねスイッチが入る瞬間があるんですよ。 でその瞬間に立ち会いたいっていう風に思っています一種の壁に絵を描くっていうのはショック療法やという風に思ってまして日本でね壁に絵を描くっていうと落書きって言われることが多いと思うんですけれども僕が住んでたアフリカではパトカーにも絵を描いてましたしいろんなところにも絵を描いてたんです公共の場所に人目にさらされるところにアートを描けば描くほど自分の自己肯定感っていうのが高まってくるよっていうことを向こうの人は理解していたのでたくさんの子供も大人も含めたアートがですね 公共の壁とか人目に刺される場所にブワーッとあのありますそういう壁画を描くのはまあ日本のみんなの自己肯定感を高めたいっていうのが一つあります食療法なんでね自分の殻をですねなんか要は挑戦できなかったりなんかうまくいかなかったりっていう殻をパリンと割ってくれるのが壁画アート じゃなのでなんかアートをうまく活用できれば自分のことをもっと理解できるしもっともっと自分に自信を持てる人が増えるんじゃないかなっていうことで。 思っっってててててまましてペンンキででアーートトト活動ををスポンサにになななくれてるのが日日本本イイんんすすけど日本と,とともいいろんな地域を回っていますよくね、海外で展示会とかすると、絵そのもののストーリーを聞かれることもあるんですけど、多かったのが今まで、なんで、証言っていう人間は、絵を描いてるのって、何がきっかけで、どういう思いで生きていて、どこで絵と出会って、どういう思いで絵を描いてるのっていうことを聞かれることがすごく多いんですね。自分がどういう思いで絵を描いてるのか、 そしてどういう風な経緯で絵に出会ったのかっていうのがあなたのアートの価値だったりするよっていうことを海外の方が言ってくれたことがありましたなので絵だけで見てくれる人とつながり続けるっていうのは結構僕は難しいと思っていてなので自分の思いこういう思いでアート活動やってるよ絵を描いてるよっていうことで見てくれる人とつながれたら結構その関係がね長続きすると思うんですよねなので是非アートで食べていきたい

が大切だなって思ってますし発言している思いを語っている内容と自分の行動が一致しているかどうかっていうのが僕は大切だと思っていますいろんな講演会とかね僕もコラボとか色々行かせてもらいますけど例えばね有名な方でもみんなの前ではこういうことを言ってるけれども実際にプライベートってこんなんなんやっていうことでがっかりすることもありますし 僕はまあ自分に見せられたものやというふうに捉えて僕は自分の発言と行動を一致させたいなというふうに思ってますし子供たちの自己肯定感を上げるために学校に行って壁画とか学校にゴミ収集車読んで書かせてますよみんなで思いっきり書いてますよって言ったとしてもやってなかったらねやってへんやんってなりますよね <laughs> なのであの自分の発言と行動が一致しているのかっていうこともすごく大切なんじゃないかなっていうふうに思っています僕はねもともと化粧品会社 会社の営業マンだったんですけれどもアートの世界に入る時に思ったのはこの販売していた化粧品が自分の絵に変わるだけなんやと思ったんですね0から1まで生み出しているのは自分なので その生まれてくる物語を僕は話せますし、0から1まで生み出されることを自分で語れるっていうことは、まあ唯一無二んじゃないですか。これは素晴らしいことじゃないかなと思って、よっしゃ行けるわと思って向こうに行きました。もちろんね、僕は見たペンキアート、ティンガティンガに惚れたっていうことあったんですけれども、なので、アート書く人とか、このように一つしかないものを生み出すわけですから、そのエピソードとかも自分で話せるっていうことになるので、僕はあのすごく、まあ趣味じゃなくて仕事にするにしても、 いいいいい仕事なななんじゃないかっっててう風に思っています大切なのは僕はどういう思いで絵を描いているのかそしてどういう思いでアート活動をやっているのかっていうことを会う人にちゃんと一人ずつ話していくことでそれやったらここに来たらとか受けてくれるとかって言ってどんどん依頼が来るんじゃないかなっていう風に思っています僕もねそういうことで依頼をいただいてますししっかりとね感謝の気持ちをも伝えていますその場で地域の子供たちとこういう気持ちになれて嬉しかった しまたこういうことが挑戦できたら嬉しいですって言って最後に言いに行ったりいろいろしてますなので思いを語るっていうことがすごく大切なんじゃないかなっていうふうに思っていますぜひね日本ではアートを食べていけへんやろっていう人もすごく多いと思うんですけども僕は自分の思いさえちゃんと語れたらそして発言と行動が 一致していたらちゃんと実行に移せていたらそこで信頼をしてもらいますしちゃんとねアートでも生きていけるんじゃないかなっていうふうに思っています。また違う方向での話でしたけれどもどうやったら画家としてアートで生きていけるのっていう話でしたごご視聴ありがとうございました。